はい、ありがとう整体の平野です、気候と違うのですかという話を、いただきますが、気候とは全く違います、確かに検査に関しては、その、まあ、エネルギーを読む気の流れを読むという形なんで、非接触で、やっています今はね、まあ、お客様の体を触って触れて、筋肉のねこの強さ弱さっていうのを測るってことを、やるとですね、やってもいいんですが、ものすごい時間がかかってしまいます。ですので私自身の筋肉を使って、そしてその人のエネルギーの状態を読むで、調整はですね、接触でやります。基本的には、一点で、その調べたところの、全てを変えていくんですが、その後、体操であり内臓上げでありいろんな部分では、もう完全に接触して気を使うんじゃなくて、接触することによって、体を変えていくで、そういうあのテクニックを使わさせていただいています。その辺は、なんとなく最初見た感じはねその気を使っているように見えるかもしれませんが、全く違いますのでよろしくお願いいたします。